チャンネル始まるよ。はい、お晩でございます。最近なじらね、ゆうたらすチャンネルのパパとママです。いつもご覧いただきありがとうございます。では本編始まります。お楽しみくださいませ。はい、じゃあ 3.8 入れるんですけど、はい、これ2リッター上下なんです。はい、なんで何リッター出てきましたね今日は。とりあえず2リッターは入れよ。いや、かすげると漏れるんで。そっか、ダメか。はい、でこのオイルの悪いとこってこの口が狭いんですよ。あー、うん、だから空気がこう、なんていうか、抜けないっていうか、はい、こう見てて、ボッコンボッコン言うの。あー、それあるよね、毎回。これ出なくなるの、これ。うんうんうん。だから、ほら、はいはい、これが悪いところなんですよね。はい。だから、オイルがなかなか入らない。はいはいはい。今、やっと 0.5 よ。マジ？うん。とりあえず点5で1入れるとさ、3回もやんなきゃいけない。だから 1.5、1.5 で。そうだね、それで2回と 3回ちょっと入れてね。うん、こんなとこで車に引かれたぞ。今んとこ大丈夫だ。ご近所さんの車に引かれるんだよ。あんまり来ないんだけどね、こう言ってね、撮影してる時にね、作業とか撮影出てくるんだよね。くるくる、だいたいこうやってね、とりあえず入れてね、来ないと信じたい。よし、1.5 2リッター上部なんで、はい、まず 1.5 リッター。はい、場所はこれに入れていきますね。いい、じゃあ 1.5、はい、ゆっくりオイルかけて右に入れましょう。はい、はい、ゆっくりゆっくりゆっくり、ああ、ちょっと回転ゆっくり。はい、意外とーって投入するんじゃなくて、ゆっくり。はい、そうすると溢れるかもしれないから。溢れさすかね、ここ投油とかね。おーおーおー、やばいやばい。あのね、俺のこう影で見えないさ、これ。そうだね、確かに影が映ってるね。ちょっとね、どうしようか。 こうか。あ、そうね。こっちの方がいいな。うん、明るい。あ、こっちの方がいい。私も。俺自分の鍵でね、オイルが入ってるか入ってないか見えない。うんうんうん。あ、でも減ってる減ってる。よし、これでいい。こっちだね。うん、これをね、とりあえずじゃあ最後の、じゃあ 0.8 の時までスキップしましょうか、ね。はい、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 はい。終わったね、あ、やばい、オイル大丈夫か。学校に言った、オイルの缶、左。いや、大丈夫、オイルは大丈夫。ダンボールだ。あ、ダンボールか。うん、風が強いんだよね。そう、ダンボールも倒れた音。うん、ね、風ばっかりになってくるの、この時期になってくるとね。上がる。だからね、うん、タコがね、上がるんですよ。そう、でっけえの。白ね、大ダコ合戦。畳何枚分だっけな。畳12畳だったか10何畳、うん、がね、忘れちゃった。すごいでっけえんだよ。うん、大きいタコをね、うん、引っ張り合うんですよ、絡めて。そう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 、それで得点っていうか勝敗決めるね。はい、はい、まずとりあえず 1.5 入ったんで。はい、はい、じゃあね、次は 0.8 までスキップします。はい、ということでね、2回目入れて3リッター入りました。次ね、 0.8 はい、入れていきます。これ 0.8 の情報で分かんない。分かんないからね、ちょっとメイビーだけどね。こんなもんだろうっていう。あとはレベルゲージ見ながら。多分これで入れてこない。で、1があるから、いや、8でしょ。うん、まあ、8割かなっていうところで、ね、入れましょうね。そうだね。うん、このもんじゃない？違う、もし？あ、そうだね、こんなで。8、7、8？ ちょっと7に近いかな。もうちょっと入れてもいいかな。そうだね、もうちょっと、もうちょっと。もう8だよ、もう8だよ、これ。よし、じゃあこれにしとこっか。
ね、溢れるのも困るもんね、うん、ほら、はい、8、9、10だろ。そうだね、うん、ちょっとこっちにブルーってやって、はい、ありがとう一応8っしょ、8だろ、ね、うん、ということで、うん、これを入れていきます、はい、よし、じゃあこれで8、はい、風強いもん、すごい、わかる、なんか最近ヘロヘロくんだからね。そうそう、あの食事制限中だからね、うん、ヘロヘロする、うん、あの牧場物語でね、うん、あの作業がもう限界でね、スタミナがなくなった時のね、そうそう、ヘロヘロな感じ、もうコロボックルにね頼みたいなってヘロヘロくん、あいつらでもサボるからね。そう、あの子たちで、ね、サボってんの、結構わかるわかる、おい作業終わってねえぞっていう、はい、あの詳しくはほんと牧場物語のね、うん、なんだあれは初期のほんと初期なんだよね、うん、を見ていただける、フォーガールとか、そうそうそう、その前のやつとか、なんかそういう感じなのかな、うん、そう、ゲームボーイとか、うん、あれ、プレステかな、プレステだね、うん、の時の時代のやつを、うん、あれば見てください、ね、はい、よいしょ、はい、入りました、これで入ったんで、はい、一回、うん、あのキャップを閉めますか、はい、で、うん、あのエンジンかけて、うん、5分ぐらい、あ、はい、で、クーリングさせて、うん、レベルゲージで見てみます、あ、了解です。今見ても多分まだ全然下がってないし、わかんないんで。あ、そっかそっか、はい、じゃあちょっとねお待ちください、はい、はい。5分間ぐらい暖気して、はい、エンジン切ってクーリングしてオンと思って、はい、レベルゲージで量を調べてみましょう、はい、お願いします。挿入、暗くて見えねえ、俺も暗いね、確かに、暗いね、光が、あ、全然見えない、ほっ、じゃん、おお、穴のちょっと下じゃないですか、あ、そうだね、本当だ、ほら、そうだね、どう、そうかも、もう一回やる、うん、もう一回やろう、あ、オイル綺麗だね、よし、よし、じゃあ行きます、どう？俺の方から下にかけに見える。そうだね。あー、なんか穴ぐらいって感じ。穴ぐらい？上穴ぐらい？うん。いい感じ？うん。いい感じかもしれん。じゃあちょっともう一回見る？うん。俺がね、光のかけに見えないんでね。うん。ママさんの判断で。はい。やってもらいましょう。結構ね、ちょっと逆光になってきて。もうね、2時過ぎちゃってね。はい。じゃん。そうだね、ああ、いいんじゃないかな、じゃん、そうだね、うん、はい、多分大丈夫だと思う、多分ね、うん、じゃあ俺がちょっと一回見る、はい、そうだね、多分って言われると、うん、確定じゃないかな、うん、ちょっとね、見にくいですね、ああ、ここぐらいだね、あの下ぐらい、あ、穴ぐらいか、穴のちょい下だね、そう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 、穴のほんとぐらいの、うん、じゃあ、OK、 はい、OK ですね、うん、了解、で、オイル食うエンジンなんで、はい、ちょこちょこオイルチェックはしたいと思います、うん、はい、で、ここパーツクリーナーで拭いたらさ、うんうん、色見て、ね、なんか色剥げた感じっていうか、漂白された感じになったよ、かっこいいね、わかる、確かに喧嘩してますね、はい、あ、綺麗になった、あ、綺麗になりましたでしょ、うん、漂白がなくなったでしょ、もうなくなったなくなった、これはね、これです、クレポリメイトデラックス、樹脂とかゴムとかこういうこう汚れを落としてこう、ああ、光沢を与えるという、そう、はい、内装に使うような、はい、
ちょっと。あ、それでそうちょっとね。こう。蘇るんだね。こう。くすんじゃったからね、なんかね。パースクリーナーでやると。了解。だから、ほら。あ、綺麗になりましたね。はい。オッケー。で、オイル量も、オッケーだったんで。はい。あとは、下からの、液漏れ、うん、まあ、オイル漏れを確認して。はい。オイル漏れてなかったら、アンダーカバーして。はい。本日のオイル交換作業は終わりと。終わり。了解です。2時ですもん。2時過ぎました、はい、ちょっとね、今日長くなりましたね、はい、休憩も多かったし、はい、そうだね、うん、はい、まあとりあえずここで終わるかな。はい、はい、動画の方は、はい、終わりですね。本当カバーって終わりなの。はい、そうですね。外した手順の逆であれば、はい、つくんで、はい、ということでした。はい、はい、これでオイル交換作業終わります。寒かったです。寒かった、確かに、はい、天気いいんですけどね。10度ぐらいかな、今日、うん、風が強いね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、これおまけです。オイルパンについてたドレンボルトです。はい、結構ね、こう茶色くなってるのが分かると思うんですけど、これサビですね、これね、これね。ちょっと俺が回したからさ、うん、あのサビ落ちてない。ちょっとね、落ちてる、はい、うん、こうちょっとこう湿気になってるとこは落ちたとこかな。そうそうそう、うん、それが全部サビだらけだった。はい、これついてましたね。はい、これおまけでした。